田島ヶ原桜草自生地の石踏桜草自生地の桜草自生地内の桜草群生の様子田島ヶ原及び田島ヶ原桜草自生地は埼玉県埼玉市桜区にある国の特別天然記念物に指定された桜草の自生地である桜草公園が整備されている田島ヶ原桜草自生地は埼玉市桜草公園内に存在する桜草の自生地 周囲には桜草公園の芝生地や野球場が存在し、北側は秋ヶ瀬橋及び秋ヶ瀬公園に接する。広さは約4.2ヘクタール。桜草は野生の状態において種治の先天的変異に富み、遺伝研究実験材料として、また武蔵野の古来有数の名称地として保存の必要があるという理由で国の特別天然記念物に指定されている。 なお、柵が設けられ、自生地内に立ち入ることはできない。見学通路からのみ見ることができるが、保護のため各種の制限がある。冬には、埼玉市教育委員会による草焼きが行われる。埼玉県埼玉市桜区西側の大技田島、大技関、大技西堀にまたがっている。荒川及び鴨川に挟まれた定外地である。交通手段は、 東武東上線四季駅から国際工業バス浦和駅西口港に乗車し桜総公園停留所下車自生地北側に駐車場も備えられている南側を武蔵野線が北側を埼玉県道4 5号埼玉東村山線埼玉県道79号浅川並線が通る毎年4月の第3土曜日日曜日には 桜草祭りが桜草公園内にて開催され、多くの屋台などが並ぶ。浦和駅西口から会場までの臨時バスが運行される。ありがとうございます。